ヒズの動画です。真っ暗で何も見えない。はい、じゃあちょっと寄りましょう。はい、ヒデさんの動画です。改めまして、行きましょう。廃坑機のコードレスインパクトドライバー WH36DC、先日出ましたけれども、まあ、皆さん、チェックしていただいているかと思います。フルセット品買うとバッテリーがつくだとか、アプリでいろいろ設定がいじくれるだとか、まあ、いろいろあるんですけれども、じゃあ今日はですね、その中の一つ、この今これつけてるんですけど、このカラープレートありますよね、これ。ここにつけるおしゃれなやつですね。これが全部で5色あるんですよ。スカイブルー、チタニウムシルバー、次、ライトゴールド、バイオレット、色が出ない。はい、バイオレット。次、シグナルレッド。はい、これ5色出てて、まあ、うちの方でも今たくさん販売させてもらってるんですけれども、どれがどの色に合うみたいな質問をですね、ちょっと多数お受けしましたので、はい、今、全バリエーション、つけます。はい、つけた動画バーッと流しますから、あ、これかっこいい組み合わせじゃんっていうのを、自分なりに選んでみてはいかがでしょうか。というわけで、私今からこれ全部つけたの並べますから、はい、もしよかったら選んでみてください。はい。で、この後、11月に、もう2色追加されますけど、まあ、それはそれで、今回はこの3種類に対しての5個。だから全部で15パターンですね。やってみましょう。というわけでいかがだったでしょうか。なんか自分の好みの色がですね、見つかればいいなと思いまして撮影してみました。個人的にはやっぱりブラックにこのバイオレットとかがかっこよかったかなって感じですね。はい。あとはこのグリーンですよね。アグレッシブグリーンに、このスカイブルーなんかも、おー、これいいなと思いました。はい。じゃあそんなわけでですね、廃坑機カラープレートですね、カラーバリエーションっていうのをちょっとお見せしてみました。はい。じゃあ今後ともヒデさんの動画よろしくお願いいたします。